はい、こんにちは。今日はですね、こちらご紹介いたします。はい、何でしょうか。はい、クロスと出てきました。じゃん、クロスのですね、ボールペンになります。テック3プラスというボールペンになるんですけれども、まあ、なんでボールペンなのかという方がいらっしゃるかと思いますが、これ一つの特徴ですね。タッチペンがついているボールペンになります。私最近ですね、ずっと iPad mini で仕事をしております。iPad mini で仕事をしておりますというと、この、はい、iPad mini を、常備しておりまして、紙のノートを今撤廃した状態で仕事をしているんですけれども、主にですね、この U-PAD を使ってですね、メモ、ずっと電子メモを取っております。ちょっとノートは機密上もあって見せられないんですけれども、ということで、かなりですね、スタイラスペン、こういろいろと、これシーグラフでもらったやつで、これシーグラフでもらったやつに、このボールペンここにあるんですけれども、これなかなかいいんですけど、あんまこれ売ってるの見ないんですよね。これボールペンの先に、タッチペンついてるんで、これちょっと破れちゃったんですけども、これ買いがないですね。はい、そしてこれプリンストンテクノロジーさんの結構安いタッチペンです。はい、これあんまり感度良くないですね。そしてなんかおまけでもらったこのちっこいやつ、これがですね、実はね、思ったよりよ書きやすくてですね、なかなかスムーズですよ、これ。うん、ちょっと持ちにくいんですけどね。これで明日の、柔らかすぎてですね、結構いいんですけど、これ一回、何かよくわからないですね。はい、いやいや話取れました。はい、そしてこちらがディジオ2タッチペンという ECTP02BK、 Amazon で結構評価いい、両方使えるというもので、はい、これも結構使ったんですけど、穴開きました。両方穴開きました。ただ替えのゴムがついてるので、まだこれ使えるんですけれども、これもかなり書きやすいですね。ちょっとちくい方はですね、書きにくいんですよ。もうわからない、これボロボロになっちゃってるんで書けないんですけど、ちょっとネバッとしてるんですけども、この大きい方は書きやすいです。はい、ただこれツルツルしてね、はい、転がってくるというのはちょっと難点かなというのがありますけれども、はい、そして先日紹介したこちらジョットプロですね。こちら円盤がついてるタイプの、はい、こういうタイプですね。はい、これはですね、会議中にカチカチ音がするのが難点でやめてしまったんですよね。はい、うるさいんです。いいんですけどね、書き味は、うん、スラスラと摩擦も少なくていいんですけど、はい、はい、こちら iPad mini、 そしてですね、 iPad、こちらはですね、古い大レティーナになったばっかのですね、はい、こちらでも、まあ、こういったちょっと大きいですね。うん、やっぱ大きい方がすごい書きやすいんですけれども、まあ、iPad mini だとちょっと感度が悪いっていう話がありますが、そこまでその差っていうのはあんまり感じてはいません、個人的には。はい、そして今回ですね、購入したのがこちら、クロスのテック3になります。特徴としては、ね、この後ろの部分、こちらがタッチペンになっておりまして、はい、ゴムですね。で、もともとこういった普通の金属の部品がついてますので、タッチペン必要ない人は、こちらをつけてるという形ですけれども、タッチペンそもそも必要ない人はクロステックのプラスついてないものが、これがついてないので、このタッチペン同封されているのがクロステック3になります。はい、これは3つあります。はい、シャープペンシルに、黒色、そして赤色ということで、ちょっと赤のインクがですね、黒っぽく、にじん、黒っぽい、ドス黒いインクでしたので、こちら、パイロットですかね。ゼブラのボールペン、4C タイプのボールペンに変えてます。はい、互換性ありますので、4C タイプのものでしたら、こちら使えるということで、3、
色のペンで、結構見ていただける通り細いです。はい、結構細いペンになります。はい、そしてクロス、これはここについてますね。クロスというのがついております。はい、こんな感じで、で回転なんですけれども、これ同じ回転にしか行きません。はい、時計回りですね。逆は回りませんね。こっから先回りません。はい、閉じることはできるんですけどね。はい、ということでちょっとね、これシャーボなんかに比べるとね、非常にスムーズ感がないです。はい、こちらシャーボ X なんですけれども、これだとね、非常に音も接しないぐらいスムーズに、はい、回るんですけれども、はい、こちらはですね、ちょっとカチカチと、ギミックに関してはちょっと不安が残るかなと思いますけども、掛け味は非常に良いです。はい、ということで、なのでこちらペンで実際の紙とか資料にですね、書いた上で、はい、まあ、このようにですね、メモを取ると。はい、下、うん、よいしょと、はい、はい、こういう感じでいつもメモを取ってます。はい、今日は2013年12月23祝日ということで、〇〇会議メモとかですね、書いて、だいたいそんなに綺麗に書いてないんで、こんな感じで議題1番丸々案件進捗を書いてですね、はい、間違えた。はい、でこの消しゴムのいいとこがですね、こう本当の消しゴムつく文字のその消しゴムで消せるというのが特徴ですね。ほら、線をなぞったスパンでこう消せると。こう書いても普通の消しゴムだとなぞった部分消えるんですけども、これだとポンと消えるというような消しゴムの特徴です。はい、ということで、まあ、非常に使えるアプリですね。こう見ると画面 iPad の方が白いですね。白い、こちら多いですね、ちょっと。はい、そしてマーカーももちろん使えますし、このようにですね、マーキングすると、はい、いうことで、こんな感じでボールペンとですね、タッチペン、非常に3役プラス1役、4役ということで仕事に役立っております。はい、ということで今回はクロスのボールペンプラスタッチペン付きのペンですね、テック3プラスをご紹介いたしました。なかなかこういった商品あまり少なくてですね、見ないかと思うんですけれども、仕事なんかに使う人は役に立つかと思います。はい、どうもありがとうございます。